きげんよう、こんにちは。今日はね、何をしようかというとね、久しぶりにビデオではね、ビデオ遊びではやってなかったと思うんですけども、昔教室でやったことあるんですけどもね、わかるかな、あのこれだけ見て、ワンちゃんのあのパピードッグって書いてるんですよ。パピードッグ、パピって可愛い、可愛い、あの犬を見て、可愛い犬の子犬のことをパピって言うけども、それにね、押してパピードッグとなってます。あのプードルでも何でもないです。ただ可愛いっていうだけで、耳の長いというのを表現するという、あのこれは どこのメキシコのホームページ、いやロシアやったかな、ロシアか、まあとにかくなんとかかんとか言葉はわからないけど見ながらやりました。で、どのぐらいあるのか、15センチほどよくしててなってますから、15センチってそんなものかな、13センチ、まあいいか。これで、ね、どうしよう、手元を写しましょうか。手元ね、よし、これでね、まずね2.5、はい、3センチぐらいね、一つ。それから5センチぐらい同じ大きさ、ここまだ離さない、あれ、うん、同じ大きさ、この二つをまずひねり合わせます。これが下の口になりますからね。で、ここでまずちょっと連続して、5センチか、そして、ま、12センチからどのぐらいなんやろな、やっぱこんなもんか、12センチぐらい。そしてこれをタバコにして、そして、あ、ごめん、間違えた。そしてもう一つ、もう一つ5センチ。ちょっと小さい。大きさを。揃えて。先に。5センチ、12、12、5センチ、でこの5センチ同士を先にやります。これ先やってもね、もどけてしまうから、こうやっておいて、そしてこの2つを決めます。そしてどうやったっけな、全部通します。
それで、かぼちゃも。すごい。そして、この2つを少し、少しの喉かけてあげる。こういう感じになります。ね。で、あと、後ろに小指。で、小さな、ピンチ。小指とピンチ。小さなピンチ。そして、まあ、足は割と短めの足です。6センチぐらいの足を。胴体も短いので、足も1センチぐらい。そして、同じように6センチぐらいの足。これを回します。そして、ここで小さめのピンチ。空気がの最後、わあ、空気するよ。ちょっと待ってね。空気するのが、よし。やったごさ。曲がればいい。もう空気パンパンだからね、曲がらないね。はい、こうしてここに先顔描いておくか。これはね、